ここへと舞い戻ってしまった。この闇バイトまだ続けてたのね。だってまだ給料もらえてないんだもの、辞められないだろ。まあ彼の殺害動機も明かされてないし最後まで見届けてやりますか。それではザ・ハッピーヒルズホミサイドの続きを始めていきたいと思います。最初からご覧になる方は前回の動画からご覧ください。ゆっくりメガネの時間が始まるよ。ゆっくりしていってね。すべての謎を解明しなければ。消灯時間。なかなか、核心へと迫っていかないんだよな。殺害現場の体制がかなりついちゃったわよ。今後の人生においてそんな体制は必要ないって。彼はすでにタイラーとチャドを殺している。殺害した人たちの名前かしら？彼は必ず私たちを迎えに来るだろう。あのクソ野郎をボコボコにしてやろう。知り合いだったってことかな？帰り討ちにしようとしてたわね。真っ暗にしてやったぞ。これでこっそりと侵入できそうだわ。暗いから銃口も当たらないだろうさ。バケツの蓋が使えそうよ。盾の代わりになりそうだ。どこに行ったのかしら？どこにいるんだゼロ。発砲して自分に跳ね返ってきちゃったわね。バケツの蓋ナイス。自滅したわね。そこにいるのはわかってるんだ、バカ野郎。暴言吐いてたな、他も探しに行ってみようか。確か外の小屋にはしごがあったはずよ。利用できるものは利用しないとな。そういえばまだ武器を拾えてないのよね。ここの小屋には武器はなさそうだな。はしごで登れる場所があったかしら？屋根の上へと上がっていけそうだぞ。なるほどね、あの金髪の背後に出るのか。屋根の上にも武器は見当たらなかったな。上も探してみましょ。はしごが使えそうだぞ。見つけちゃった。ノコギリですな。この長さならさっきの屋根の上で使えるんじゃないかしら？まさか金髪の背後からってこと？そうそう、壁くらい貫通できちゃう代物ですよ。霊夢よ、そっちに近づいてきてない？行くわよ。それじゃあ金髪も避けようがなかったな。もうさすがに肩切れてるんじゃない？体が分断するまでやっちゃうからな。ああ、下半身が落ちていった。臓物が飛び散ってたって。ハッピーヒルズ副会長。また警察のお偉いさん目線だわ。両方の捜査は心が折れるよな。おはようございます、ブライアンさん。卑劣な殺人、言ったまま焼かれたって。殺人者と警察だなんて複雑な気持ちよ。さっきまで殺人者とここにいたんだもんな。避けた布犯人のものに間違いない。布なんて置き忘れたっけ？割れた窓ガラスに確かに布がついてるな。痕跡を残してしまうとは。今の捜査は侮れないからな。ボイラーからガソリンの匂いがする。大量にぶち込んでたからね。ガソリンと肉の焼けた匂いと気が狂いそうだよ。生きたまま焼かれたのか、何らかの生命か。気持ちよさそうにシャワー浴びてたものね。まさかガソリンが混入されてるなんて思ってなかっただろうに。でもさ、匂いで気がつかなかったのかしら。シャワーからだとは誰も思わないだろうよ。眼下からの死。どういう死なのよ。今回は自然溢れてるじゃん。キャンプ場か何かかしらね。湖かな？何の迷いもなく入水していったけど。船のじいさんがライトと猟銃を持ってるのよね。見つかったら織田仏だな。見つかりそうになったら潜れるってね。なるほどね、これでライトと銃殺を回避して進むってわけだな。結構潜ってられるみたいよ。なかなか思ったようには進まないな、まどろっこしい。あのじいさん、覚えておきなさいよ。意外と用心深くライトを照らしてくるんだよな。後で船ごと沈めてやるわ。やっと岸に着いたぞ。いいもん見っけー。この凶器を取りにこっちの岸へと来たってわけね。くそ、帰りまでライトを照らしてやがるわ。きっとあのじいさんも自分が狙われるって感じてるんだろうな。あのじいさんにも後ろ暗いことがあるってことね。狙われるのには共通の理由があるんだと思ってる。ただの快楽殺人ではなさそうだものね。息の根を止めるまで確実にとどめを刺してるからそう感じるよな。このじいさんはさっきの森で一突きにするんじゃないかしら？私もそんな気がするよ。潜ったわね。うわ、船ごとぶっ刺しちゃってるよ。下から上へと貫通しちゃってる。どんだけ腕力があるんだって話ですよ。モーテル、キルフォルニア。カリフォルニアにかけたわね。ギャグ要素もあったとは。周りを一応確認しとかないとね。大体の部屋は電気がついてないからいないんじゃない？ここは入れそうよ。スペアキーがありますねー。これさえあれば全ての部屋へと簡単に侵入できちゃうんですね。
電気がついてない部屋に入ってみようか。なんかテレビから飛び出てきてない？直視してるとテレビに吸い込まれちゃいそうだ。隣は電気ついてるから侵入できるのかしら？ルームサービスはいらないです。ありがとう。ここのスタッフに間違えられたみたい。今回はこのハンガーが凶器か、なかなか強引な方法だわね。ってことは、この電気のついてる部屋の人が今回のターゲットなのね。寝るまで待つしかないようね。てかめっちゃ防犯ブザー鳴ってない？あそこの車からだわ。なんで急に鳴り出したんだよ。あー、びっくりした。怪しすぎるから通報されたのかと思ったわよ。やっと電気が消えたぞ。これで中へと侵入できそうだわ。気持ちよさそうに寝てら。悪夢よ、これは悪夢だわ。たかがハンガーなのにあんなに顔面にめり込むもん。めっちゃ肉片が吹き飛んでるって、どんなものでも病気になってしまうんだね。使い方の問題だと思うわ。目ん玉が飛び出ちゃってたわね。見たやまや。美味しそうなタイトルだが。惑わされちゃダメだって。今回はこのお店を襲撃するのかな？閉店だ、出ていけ。言い方ってもんがあるでしょうが。うまく隠れられたみたいだぞ。でもこんなにでかいのが動いてたらさすがに気づくんじゃない？見るからに頭が悪そうだ。助かったぜ。これはだるまさんが転んだ戦法ね。あのデカブツは肉をひっくり返したら振り向いて確認しているようだ。閉店したって言ってたのに肉焼いてるのかよ。自分のためのディナーを用意してるんだろ。あいつここの店主なのかしら？随分と偉そうだったからそうなんじゃない？あ、テーブルにハンバーガーとジュースがセッティングされてる。ハンバーガーの中に入れる肉を焼いてたのね。やっと到着したわ。飛び出てくるのかよ。残念だ、ミディアムレアに。これは熱いって。ハンバーガーの肉の代わりに自分の顔面を焼かれてしまったようね。お味噌添えちゃってるよ。最後は蒸し焼きにされてしまったわね。今度に顔面が張り付いてしまったぞ。ふわっ、顔面が真っ黒焦げに。焼かれた後の匂いをどうにかしてくれって。花粉症。森林浴でもするつもり？見たところ農場のようだけど。身長より高く生えてるわね。アライグマに撃てろ。そんなに可愛いもんじゃないんだけどな。アライグマ用に罠があるわね。こうするんですよ。なるほどね、頭いいわ。こんな罠にはまってやるほどバカじゃないんでね。それにしても隠れてたら全くもってわからないわ。なんなんだろうな。稲穂じゃなさそうだし。ここまで成長しないんじゃない？今回の凶器はこれか。さっきのと似てるけど違いは何なのかしらね。違いがわからん。エンジンかけちゃったわよ。急いで隠れなきゃ。ここに隠れてて向こうから来た住人に見つからないのかな。わからないように隠れてるんだと思うわ。うまくやり過ごせたみたいだぞ。隙を伺ってるようだわ。背後から思いっきりぶっ刺したな。貫通したんじゃない？え？また顔つくんだよ。はい、押し込めるとは。肉がめっちゃ飛んでるって。出口から何か出てきたわ。住人の体まで一緒に束ねちゃったよ。凄まじい光景だわ。しばらくは肉類食べれないよな。真夜中のストーカー。今度はストーカーになるの？あれ？居眠りしてるのってブライアンじゃない？随分とお疲れのようだわ。一番後ろで新聞読んでるのが殺人鬼だな。同じバスに乗ってるとは。ってことは、真ん中の女性をストーカーするってことかしら？ブライアンをストーカーしたところで捕まるだけだしな。到着したようだわ。ドアも開いたし。女性が降りていってる。バレないように追いかけよう。夜道の一人歩きは本当に怖いわよねー。普通に考えてこんなマスクをした得体の知れない奴に追いかけられたら絶叫もんだよ。怪しすぎるなんてもんじゃないものね。違和感を感じたようだぞ。尾行はあまり得意ではないのね。つかず離れずは案外難しいんだよ。あれ？マリサやけに詳しいんじゃない？そう、バレてしまったか。探偵の仕事をしたことがあるからだよ。なんだ、つまんないの。仕事はいろいろ経験したからな。知識は豊富だぞ。無駄な知識じゃないことを願うわ。本当に失礼なやつだ。危なかったわねー、バレるところだったわ。ライトの幅がでかすぎるんだよな。それだけ治安が良くないってことなのよ。海外は常に危険と隣り合わせだな。日本だって用心に越したことはないわ。住みづらい世の中になったってことね。さすがに至近距離すぎない？行けたぞ。もう少し用心して歩くことを勧めるわ。今回は二度見してったぞ。後を追ってるのに感づいたのかも。うまく隠れられたぞ。
かなり警戒しているようだし見つかるのも時間の問題でしょうね。急がないとうまく巻かれちゃいそうだな。もうかなり距離が空いちゃってるわね。もたくそしてたら逃げられちゃうって。また違和感を感じたみたいだわ。どんなに離れてても視線は隠せないからな。マスク越しだからってガン見してちゃバレるって。凶器を見つけちゃったぞ。コソコソするのが面倒になったのか、いきなり大胆になったわ。もう行き止まりで逃げ場がないんだろう。追い詰めたってわけね。動くな。まさか居眠りブライアンか。もしかしてずっと後をつけられてたのかしら。捕まえたぞこの野郎。これはヤバい状況なんじゃない。邪魔をするな刑事さん。お前を逮捕する。殺人者が初めて喋ったわね。一度だけ警告する。私は死である。随分特快警告だな。え、真っ暗なんだけど。そったで。消えたな。本当に死神なのかも。一体どこへ行ったのかしら。未知のパワーの持ち主だったとは。ハッピーシールズバイス。うわ、ここか。もう見たくないんだけどさ。まだ人肉の混ざった藁の塊は健在なのかしら。そんなに具体的に言わなくていいって。今回もめっちゃパトカー来てるわね。彼はより攻撃的になっている。確かに残虐さに磨きがかかってきた感じがする。おはようブライアン、胃が大丈夫だといいね。胃の心配までされちゃってら。また見たら逆流してしまいそうだよ。ブライアンなら慣れてそうだから問題なさそうじゃない。創造的な殺人を好み、サディスティックだ。いろいろプロファイリングしてるのね。彼はある種の闘争心を燃やしている。まあ、復讐に闘争心を燃やしてるんじゃないかとは思ってるけど、その辺は何も分かってないんだよな。やだ、この似顔絵そっくり。真正面から見るとこんな顔だったのね。未解決の部分はない。なんだか意味ありげなタイトルだわ。あ、さっきストーカーしてた女性じゃない。無事に家まで帰れたのね。警備がついてるな。これは手こずりそうですね。お、うまく逃げられてたのね。いきなり消えちゃったもんね。何か手品でも使ったのか忍法で消えたのか。犬の鎖をゲットしたけど、今回はこれを使うってこと？凶器になるのだろうか？警察がいるから進めないって。ドーナツはあるか、デイブ？デイブじゃなかったんだなこれが。このために犬の鎖を利用したってわけね。締めを立つのに相当な腕力が必要なんじゃない？人並み外れた腕力なのよ。やっと落ちたみたいだな。腕がプルプルしちゃってるよ。これでスムーズに中へと入っていけるわ。さすがに警察官殺しはヤバかったんじゃない？今さら何言ってんのよ。一体何人の人を殺害してきたと思ってんの？数えたくないし思い出したくない。早く収縮が打たれることを祈るわよ。最近は悪夢にうなされる日々だよ。うわ、いきなり出てきた。隠れて様子を伺ってたんだな。すごい女だわ、刃物で向かってくるなんて。警戒に避けちゃうんだけどね。逆に反撃されたって知らないけど。逃げてったな。今回はバットか。届かないから逃げ合おう。ナイスコントロールだな。階段から落下したからひどいありさまだわ。すまない、マディソン。あなただけが優しかった。え？知り合いだったの？しかもいい人だったみたいじゃん。なぜ、逃げる必要があったんだ。逃げるのが正解だって。今回は殺意がなかったみたいだな。キリのいいところで今回の動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、またね。この動画をご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょっと、空気の読める男ではなかったのか？空気は読んでるつもりだが。マジか。おすすめ動画と関連動画もぜひご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。